アリーグアストロズレイズ、2024年8月2日ヒューストン、トレードでアストロズに移籍した菊池雄星投手、33、ラフ2日、日本時間3日、本拠でのレイズ戦に移籍後初登板初先発。5回3分の2を3安打2失点と高騰しながらも、移籍後初勝利とはならなかった。それでも8者連続を含む11奪三振を記録するなど、持ち味を存分に発揮。 魂の脱参新章で本拠ファンの大熱狂を呼び起こした。写真あり、菊池雄星の妻、ルミさん石川理香5年ぶり、再開ショットに、とっても綺麗静寂を大歓声に変えた。初回、先頭のディアスに左中間二塁打を許すと、続く2番、カールソンに96.3マイル、約154年9月キロ、直球を左翼席まで運ばれ、わずか6玉で2点を失った。 回答を期待した本拠ファンは静まり返ったが、菊池は自らの左腕で失われた熱を取り戻していった。2失点後は3番の B ローを直球で、カブスから移籍した4番のモレルをチェンジアップで連続三振。西から死球は出したが、6番、デルーカは中飛に仕留めて、初回の失点を2で留めた。回を追うごとに調子を上げていくスタイルは新天地でも変わらなかった。 2回は先頭打者をアンダで塁に出しながらも併殺でしのぎ、結果的に3人で終えた。3回1し、ここからショーの幕が開く。先制本塁打を許したカールソンをスライダーで空振り三振に仕留めると、続くビーローもスライダーで2打席連続三振。5回2し、9番、ジャクソンまで実に全て空振りで、球団体記録となる8者連続三振。ベンチへと戻る菊池の背に、 本拠ファンの大声援が降り注いだ。2対2の6回、西一二塁の場面を招き、マウンドをリリーフに託した。5回終了時を上回る、総立ちのファンの耳をつんざく大歓声に送られ、菊池は胸を張ってマウンドを降りた。メジャー6年目、3年契約最終年の今季はブルージェイズで22試合に登板して4勝9敗、防御率4、75。打線の援護が乏しく、 勝ち星こそ四つにとどまっているが、開幕からローテを守り、安定した投球を続けていた。前回登板7月26日のレンジャーズ戦では5回途中5失点で勝敗つかず、同30日の東部時間午後6時、日本時間31日午前7時のトレード期限が迫る中、移籍情報も流れていただけに、交番時は地元のファンから温かい拍手を浴び、 三年間このチームでやってきてよかった。少し感情的になったと語っていた。安定感を高く評価したのが、アリーグ西地区でマリナーズと激しい首位争いを繰り広げるアストロズだった。ア軍は現在、通算260勝のバーランダー、昨年15勝をマークしたガルシア、昨年まで2年連続2桁勝利のハビエルらが負傷者リスト、IL 入り。 まずは8年連続のプレイオフ進出へ、計算できる先発投手の補強が急務だった。移籍初登板で本拠ファンのハートを足掴づかみにする脱三振症。白星こそつかなかったが、期待にたがわぬ内容を示してみせた。